つを何とかしようぜ。何か落ちてる。連れて行かないなら自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。 KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンコはそこに何か入れたみたいだ。誰かの思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンクのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの？仲間だよ。適合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを。おい、準備しろ。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。メモにあった団地はここだな。どっかにシートがあるはずだ。探してみる。何道草を食っているんだ。急がないと奴の思うツボだぞ。
霧の発生源はそこから南西の社だ。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。ずいぶん冷めた態度だな、リンコ。らしくないぜ。エリカ、何かを教えようとしているみたいだ。さて、どっちを信じる？俺は決まってるぜ。慌てず、この川には捕まえる魚も泳いでねえな。田舎の川ではよく捕まえたんだけどな。なんだこりゃ。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。随分階段、思念が見える。リンコ、いやもう一人いる。こいつ病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。
やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。二人で猫を飼っていたみたいだね。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。どこかにいるはずだ。探すぞ。ケケ、この子は私が抑える。今のうちよ。インコか。ずいぶんとヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。リコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああそうかもな。お前次第だぜ。そいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。さっき見た公園と似てる。おい、残留思念があるぞ。リンクを切り離して逃げたか。リンコさんは？はい、僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけどただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。えっ、
何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。よし、行くぞ。これで助けられる。団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。ちょっと無鉄砲すぎるか。あと、もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。霧の中に長居するな。死んじまうぞ。僕には力が必要なんだ。今のお前なら新しい技を習得できそうだな。命が何個あっても足りないな。
しいじゃねえか。なんだろうこれ。アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。どうだ、ご利益あったかも。光はこの奥に集まっていたはずだ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。
確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、聞け。待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にして。近くに回って様子を伺え。
レケン、無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問も抱かなかった。でももう違った。これは足止めに使う。背後に回ってみる。また拾ってきたの？仕方ない、もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。理解してくれない。守られる、守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない。いつけあなたがここにいればいい。ここにいるだけだ。違うのよ。ケンケン、アキト、助かったぜ。あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。こんなことが許されるはず。
ない。あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。